ままず、早速ですす。が、ご覧いただきます今スマートフォンから Web ページにアクセスをしてオレンジ色の「アップロード・ア・ピクチャー」のボタンを押すとカメラが起動します。写真を撮影すると画像がアップロードされしばらくすると撮影した画像が何かというのを判定をして黄色い枠で囲まれた結果が返ってきます。これは 出影した写真をクラウド上に上げ、ディープラーニングを使って判定を行い、結果を画面上で確認すると、いった内容になっており、ネットワークにつながったスマートフォンをお持ちであれば、誰でもどこにいてもディープラーニングを活用することができます。これが何であるかの判定に加えて、自己確率、プロバビリティ、つまりその判定にどれくらい自信があるのかという情報も含まれております。ここでは、 マウス、ペン、コインを順番に取って判定しましたが、いずれも正しく判定することができました。近年、ディープラーニングが得意とする画像の判定は、さまざまな分野で適用が進んでいます。今お見せしたデモは、インフラのメンテナンスなど専門家が現地で目視で行っていたり、大量に収集した画像を専門家がチェックする、 そういった作業をスマートフォンで写真を撮ればその場で判定ができるシステムとして置き換えることができます。その際写真を撮る作業員に知識がなくても良いですし、またドローンなどで撮って判定するといったこともできるでしょう。このシステムはマトラボ言語で準備した分類用のネットワークをマトラボの機能を使ってクラウド上にレストフルなサーバーとして立てています。 これにより Web サーバーに画像がアップロードされたら判定をさせて結果を返すというサービスを簡単に構築することができ既存の Web サービスに AI の能力を追加するといったことも可能ですここでシステム化するメリットはどういったものがあるでしょうか1つ目はスマートフォンを持つ誰もがどこでも AI を使って判定ができるようになるということですそして 二つ目目は AI を育てる目的ですこのデモはプロトタイプとして数十枚の画像で学習したニューラルネットワークで判定を行っており精度が完璧というわけではありません。そこで撮った写真をサーバー側に収集しておきそれらを使って学習させ継続的に判定の精度を上げるということが可能です。このような点から完璧に ディープラーニングを学習させた後にシステム化を考えるのではなくプロトタイプの時点からシステムとして運用していくことが重要です。こういったシステムを素早く構築する上でまず動画「ディープラーニング10行でできる転移学習」でご紹介している通り転移学習を用いれば独自の分類をするモデルを授業程度で構築することができます。このデモでは 10種類類の分類がでできるモデルを最悪で作,っています作ったネットワークはさまざまなターゲットへ組み込むパスが用意されており今回のようにスマートフォンと連携をさせるためにクラウドのサービスとしてまた手軽にローカルの PC でそしてさまざまなベンダーから提供されるハードウェアターゲットに対してシステムとして実装することができます今回ディープラーニングのアルゴリズム開発と クラウドへの展開のためにこれらの製品を利用していますこのデモはご覧の皆さんのスマートフォンからもお試しいただけます判定する分類器は事前学習済みのアレックスネットとこのネットワークをベースに10個に絞って再学習をさせたネットワークの2種類ですトグルボタンで切り替えが行えます低学習により元の先週には含まれていない例えばコインなども判定ができるという点を確認ください